これは要調査対象だな。保存の魔法をかけては見たものの、かなりの部分が朽ちてしまった。魔法？ああ、だが私は使えないぞ。魔法の才を持つ者は限られているからな。魔法の才？エクスプローダーション！自分で美少女型とか高性能とか言っちゃうのってどうなんだ。お前も戦闘員6号ってなんだ。ティリスと呼んでください。ナリス、こういうのが本当の美少女って言うんだぞ。6号様、どうかこの国のために力を貸していただけませんか。仕事を紹介してやるとか恩に着せるようなこと言っときながら、実は喉から手が出るほど俺の力とセクシーな体が欲しかったんだな。体はいらんわ。この騎士団長の権限でひねりつぶしてやろう。ほら、私たちは利害が一致するだろう。同類呼ばわりすんな、腹黒女。その方は私が個人的に雇い入れたいと思います。6号、この国の実質的な政治はあの姫さんがやってるみたいだ。王様のおっさんはダメ親自習がするぞ。別にあんたが美少女だから力を貸すわけじゃないんだからね。気持ち悪い小芝居すんな。俺はお姫様に雇われることになったんです。それを勝手に切っちゃっていいのか。世界は誰のものなのか。遥かな上空へと叫んだ。終わることが定めてもただ意志を貫こう。きっと未来はある闇の空。